どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはステンカラーコートです。ステンカラーコート、なんとなくね、綿みたいなイメージ、もしくはウールみたいなイメージかと思うんですが、こちらは化学繊維でございまして、ただの化学繊維ではございません。ゴアテックス、機能性の高い生地を使ったものでございまして、雨や雪、風なんかにはですね、めちゃくちゃ強く、しかも透湿性が高いので、着てる時のね、蒸れっ気を外に出してくれるというような機能性の高いお洋服でございます。袖のリブなんかはですね、すごくストレッチ性のある手首にこうピタッとこうくっつくような感じになっていて、なおかつその上からはですね、もうちょっと長めの袖がついていて、ちょっと汚れてるね、汚れてます。マジックテープで、そのサイズを調整できるような感じになってて、もうきつく使ってしまえばですね、そこから風とか雨とかの侵入を防げるような機能性の高い作りになっております。見て触って思うのが、めちゃくちゃ作りがいいんですよ。もうびっくりするぐらい高品質であることが、わかります。すごくね、なんていうかな、こうソフトシェル的な感じじゃなくてハードシェルです。完全にハードシェルでございまして、硬い殻のジャケットでございますね。マムートと書いてあって、素材はですね、ナイロンじゃなくてね、これポリエステルなんですよ。大抵ナイロンが使われていることが多いんですが、こちらは表も裏もポリエステルというふうなことで、強度的にはどうなんでしょうね、ナイロンの方が強い、僕はイメージがあるんですが、でもメンテナンス性とかで言えばですね、なんとなくそのポリエステルの方が落としやすいのかな、なんていうふうに思いました。でもね、さすがアウトドアブランドでございますよ。ジャケットじゃなくてね、こういう着丈の長いコートであってもですね、もう機能性は完璧ですね。フロントのファスナーもお腹のポケットもちゃんとフラップというか、そのカバーがしてあってね、日よけ仕立てになっていて、ファスナーから風とか雨とかが侵入してこないような作りになっておりますし、中にね、レイヤードで、あったかいものを着ていただいて、その上から着るカジュアル的な感じで着ていただくのもありだし、中にスーツでも全然ありですね。実はこのお洋服は裏地がつくんですよ。で、フードもつくんですよ。で、フードも裏地もですね、今回お預かりしていないんですけど、裏地というかライナーみたいなものがつくんですけど、お預かりしてないんですけど、外側のものだけね、通勤で使ってるんですよというふうなことでお伺いいたしました。すごい、この襟の汚れがすごいです。通勤いいですね。通勤でこういうそのゴアテックスみたいな機能性の高い素材使うってすごくいいなと思いますよ。外寒くて電車の中暑くてみたいなことになりますのでね。ただやっぱ襟はすごいな。もう色の段差がすごいです。もちろんお客様もね、これを取ってほしくて、山形まで送っていただいてるわけなので、なんとか綺麗に撮りたいなというふうに思うんですよ。汗とか皮脂とかがつきやすいところ、誰が着てもですね、自然な感じの汚れがついて、こんな風に汚れの首輪的なものがね、つきやすいところだとは思うんですが、汗とか皮脂以外にもですね、その髪の毛になんかこうつけているワックスであったりね、整髪料的なものもついてるのかな。フルジップにした時に顎が当たる部分、顔周り当たる部分の色がですね、ちょっとワントーン濃くなっちゃってるんですよね。もともとはこの端っこの色が正確なネイビー、このお色の、このお洋服のお色だと思うんですが、首元、首が当たるところ、うなじの部分はもう白っぽくなっちゃってるけど、その他のところはちょっと油地みたいな感じで濡れたような濃い色になっております。その他にもですね、襟がこれだけ汚れるんですから、いろんなところにね、色の段差はあって、シミとか汚れとかであればですね、綺麗に取れるんじゃないかなというふうに思っているんですが、シミ汚れが取れなければですね、どんどんその洗浄力を重視した全体処理をするしかないんですけど、それがしやすいかしにくいかで言ったら、やっぱりゴアテックスしにくいんですよ。雨とか雪とか風とかにはすごく強いけれど、油と
火には弱いですよね。で、メンテナンス性はどうかというふうなところで言えば、やっぱり洗浄力を重視して洗うとなるとですね、温度も濃度も時間も上げなくちゃなんないわけですよ。温度も水じゃなくてぬるま湯、ぬるま湯じゃなくてお湯とかね、洗剤も中性じゃなくてどんどんアルカリが強いものとかね、こういうプリントして貼ってあるものとか、あとは裏地の縫い目のところ止水テープが貼ってあるものとか、縫製してある針と糸で縫製してある部分当然ありますけども、その他にもですね、こう貼ってある部分っていうのはたくさんあるんですね。もともとゴアテックスは機能性の高いメンブレンっていう膜でございますからね、その膜、ゴアテックスメンブレンだけで製品化できないので、生地を作らなくちゃなんないわけですよ。だからその生地を作るためにですね、貼り合わせするんですね、表生地、裏生地、もしくは2レイヤー、3レイヤーと、まあ、いろんな製法があると思うんですけど、だからそのファスナーなんかも止水ファスナー使ってるとね、やっぱり圧着してる部分ってたくさんありますし、そういう圧着してる接着樹脂がですね、心配だなとか、自然な感じのエイジングでどんどんやっぱり剥離してきたりはするんですが、洗濯でそんな風になるの嫌じゃないですか。だからできるだけね、そういった機能性を保つその接着樹脂が染み出してきたり、部分的に剥離してきたりなんていうようなことは避けたいわけですよ。裏地から貼ってある止水テープが剥がれてきたとかね、めくれてきたとかね、嫌なので、それを意識しながらですね、シミ汚れをきれいにしたいと思います。だいぶヨレヨレとくたびれた感じがしてますね。もっと本当はね、張りのあるパリッとした感じなんじゃないかなというふうに思います。ただね、物はめちゃくちゃいいです。びっくりしたんです。相当高いんじゃないかな、これ本当にね。いいゴアテックスのコートなのでね、めちゃくちゃきれいにしたいと思います。仕上がりがこちらでございます。すごく良かった、すごく綺麗になりました。もうね、生地のこう張り感といいますかね、もうシャンとした感じがすごくします。本当にね、その違い、そのシミ汚れのビフォーアフターの差っていうのはもちろんあるんですけど、生地感というか風合いというか、そういったものの違いというのもですね、もうお客様もすぐに感じていただけるんではないかなというふうに思います。マムーとね、もうビフォーの動画撮っててすごくいい服だなというふうに思ったけど、本当にメンテナンスしていて、これはいいお洋服だなというふうに思いましたね。いろんなアウトドアブランドのお洋服が入荷してきて、いろんな価格帯のものがあって、いろんな国で作られているものがあって、そして機能服ですから、行動着ですから、いろんな用途によってね、ソフトシェル、ハードシェル、いろんなものを使い分けてるかと思うんですが、実際にアウトドアで、山で登山で使うようなジャケットタイプのハードシェルジャケットじゃないから、タウンユースを意識したものだとは思うんですよ、ステンカラーコートなので。ただそれにしても機能性に抜かりなしだし、本当にこの作り込みというか作りの見事さというのはですね、ちょっとびっくりしますね。ファッション性を最重要視しているわけではないんですが、この一見なんてことはないネイビーでも、まあいい色味だなと思いましたし、そのちょっとした個性があってね、いいなと思いました。大抵ブランドタグって左胸についてるのに、これ右胸にプリントしてあるんですね。で、肝心のシミですよ。もう見てください、この襟、あれだけひどくてちょっと心配したんですよ。実は接着樹脂が染み出してきちゃってるんじゃないかとかね、部分的に剥離してきちゃってるんじゃないかとか、よくねあるあるなんですよ。コアテックスの襟がですね、もう濡れたように濃い色になってしまって、もちろんその外部要因、汗とか皮脂とかね、そういった整髪料とかいろんなものがついたことがきっかけとなって、そのコーティングとか接着樹脂に影響を及ぼしてしまったがゆえにですね、そんな風になってしまうと、もう外部要因じゃなくて内部要因になっちゃうので、それだとなかなか取りきれないんですが、これはね本当に綺麗になって嬉しいです。良かったです。まあ、全体処理もしたし、部分的なシミ抜きもしたし、このシミはこんな前処理をすれば全体処理効果的だろうななんていうような感じでね、薬剤をセレクトして前処理をしましたし、本当に綺麗になりましたよ。その他にもね、いろんなところに至るところに、シミや汚れがあって、いつ何がついたのかもはやわからないみたいな状態だったんですね。
もちろんその汚れたからクリーニングに出してるんだよというふうなところで言えば、全てのシミ汚れをきれいにさせていただくというのがですね、私の仕事ではあるんですが、やっぱり、全体処理丸洗いをしたら全部きれいになったラッキーというふうな以外のシミであれば、やっぱり手間をかけるしかないんです。その手間をたくさんかければかけるほどやっぱり高額になってしまいますしね。今回ゴアテックスというような機能性の高いお洋服なので、リスクを減らす手間とシミを落とす手間というふうなことでね、かなり頑張った結果こんなに良くなりました。生地の張り感も素晴らしいです。同じようなシミで困ってるとかね、同じようなお洋服持ってるとか、どこにクリーニング出そうかななんていうふうに言って動画見つけていただいた方はですね、ぜひ概要欄にホームページリンク貼ってありますから、お気軽にご相談してみてください。お待ちしております。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。